どうも、奥さんチャンネルの佐藤です。あ、初めまして、内山大輔と言います。<laughs> すごい、下から来ましたね。下からます今はい、あの今回初登場で、あの同じメンバーの内山さんに来ていただきました。よろしくお願いします。なんか簡単に自己紹介でも。あ、あのーはい、普段はあの、小判ザメのようにですね。えっ、ー、と、<laughs> 主に海外株の調査を、あのしておりまして。はい、あの、そうですね。 まあ新しい面白い企業ないかなとかですね。あの今上場している企業で、はい、えっとどういう変化があるかなとかっていうところを普段あの見ているような感じです。主に米国株ということっそうですね、はいはい。見てらっしゃってて、実はあの私佐藤とうちはまああの同じ同郷なんですよね。そうでしたっけ？はい、そうなんですよ。あの同じ新潟県出身で、でたまたまあの今日ニュース見てたら、はい、新潟の糸魚川市 条件を満たす8人以上の宴会最大半額分補助。もうあの予約殺到してるみたいで。すごいですね。行きたいですよね。これだったら行きたいですね。はい。ただ糸藤川って意外と遠いんですよね。遠いですね。私は奥さんが上越なんですけど、糸藤川はまあセミでは近いですかね。まあ知らない土地ではないですね。あ、そうなんですね。これは失礼しました。ということで今回はあの。 内山さんが実際にこうリサーチしていただいたあるテーマについて少しご紹介していただきたいなと思います。今回のテーマはあ、今日はあの電気自動車ですかね。はい、ev の話を少しできればなと思います。はい、多分、えっとほとんど私の妄想の話なので、えっとあんまり参考にはならないと思うんですけど。<laughs> まあ、の EV のお、まあ、関連のニュースとかですね、うん、えと報道というのはすごく増えているので先行き考える上で、まあ、まず今どういう状況なのかというのを、まあ、勉強するのが一番最初かなと思って,、うん、てそうですね、まあ、その勉強をし始めているところではあるんですけれども、うんはい、今、ちょっととんざしちゃっている状態でしてちょっと面倒だなそれだけ複雑ということですね。あそうですねはいで まあ今現状でいうと,えっと2020年の自動車販売台数が世界で大体約7300万台ぐらいなんですね。で燃料電池も含めた電気自動車の販売台数っていうのが580万台ぐらいなのでまあ比率でいうと7%ぐらいなので皆さんも普段お出かけになられてスーパーとか まあえー、と駐車場で車を見かけることあると思うんですけれども、現状だと10台止まってて、1台あればいい方、うん、っというのが、今の EV の普及状況という感じなんですねたまにあのテスラ、の T の文字のテスラの車とかも止まってますよね、うん、東京都内にいると、でもまだプレミア感というか、そんなにまだ普及はしてないという状況ですねそう,そ,うそ,うそうですね。 まあ主に要因は皆さんご存知のようにあの環境規制というのがここ何年かで強まってきていて、はい、えまあ是非はあるんですけど一応 EV というのは排ガス規制をクリアできる環境に優しい車だということになっているのでえまあ国を挙げてえまあ支援していこうという流れが強まっているというのがまあ表向きの理由だとは思うんですけども、はい。 うんまあ、実際に我々消費者ですからメリットがないと買わないわけですよね、そういう意味でも、まあ、例えば日本であればあ経産省とか環境省、うん、それから地方自治体からも今あ補助,金,補助金,金が出ていますので、うんえー、思い出すと私が初めてテスラのです、ね、モデル S だったと思うんですけど、えー、を試乗したときが7年ぐらい前だと思うんですけど。青山ののそうですあ時に 値段いくらですかって聞いたら1 2 0 0万ぐらいだった気がするんです。う、<laughs> さすがに手の届かない <laughs> そうそうそう、はい、それで、えっと現、現状だと、一番新しいセダンタイプがモデル3って言うんですけど、うんはい、それが補助金全部うまく使うと300万ぐらいになるんですよね。うんはい、そういう意味でも、まあ、購入の値段っていうのは、ぐっと3割ぐらい、3割どころじゃないですね、うん、もうかなり大きく下がったので。 えー、まあ実際に手に取りやすい状況になってきてるっていうのも結構金じゃないかなと思います、ね、補助金のパワーですね。そう,そうそう。そして今後もっていうそんな展開なのですか。そうですね。えっとまあえっと先般ご案内したレポートの中でも細かいことは増えているんですけども。うん 一応、アメリカの団体の調査によるとですね2030年になると、はいえっと、今、EV の自動車販売に対しての比率というのは、まあ、4%から56%ぐらいの内訳なんですが、はいはい、2030年になると61%ぐらい6割ぐらいになるというふうに予想されていてですねまあ先ほどあのスーパーに泊まっている車10台に1つあればいい方っと言いましたけどうん、うん 10台止まってたら6台ぐらいがもう EV になっているというような世界が2030年ぐらいには実現されているのかなと思いますねなるほど、かなりのこう変革期をこれから迎えるということになるわけです、ね、そうですね、まあまあ、業界団体の予想なので本当にそうなるかというのはまた別の話だと思うんですけど、はい、例えば皆さん思い出してもらうといいんですけど、うん、うんスマートフォンが初めてこのように出てきたのって大体2007年、8年なんですね。うんうん これは日本の統計なんですけど日本人の3割ぐらいが持つようになったのって年ぐらいなんですねだいぶ時間経ってますね。たあこの見方はいろいろあると思うんですけど5年ぐらいするともう3割ぐらいの人は持っちゃうっていうのがあ<ー>まあ過去のデータでしかないですけどそう考えると、まあ、2022年から25年ぐらいの間に EV がたくさん出てきてまあ確かに2030年ぐらいになってると今、うちの娘が2歳なんですけど。はい 10歳ぐらいになっているともう E. V. 結構普及しているのかなっていうふうに。そんな遠い未来じゃないなっていう感じがするんですよね。同時に自動運転とかね、いろいろ。追加されれば。そもそも運転の概念も変わってくるような。そうそう、そうですね。なるほど。で、その先ほど冒頭にあった妄想の話みたいなところでいくと。はい、なんかこう見てる銘柄あるんですか。そうですね。まあ、E. V. っていうテーマ自体は。うん、まあ、その新しいテーマじゃ、実はないですよね。うん、もう何年も前から言われているテーマで。 うんまあ、先ほどお話し,したテスラとか、うん、まあ中国だと BYD みたいな新興、はい、の企業があるんですけど私は、えーまあ、EV っていうのは、うん、車っていうよりもインフラになるんじゃないかなと思っていて、はい、えと佐藤さん、車運転されますたまにあ、はあまあ、レンタカーとかですかねまあそうですねレンタカー借りると1日1時間以上は運転しますよねで間違いなく往復だったら。 ふだん仕事とかで車で通勤されている方がもしいらっしゃるとすれば、うん、1>, まあ1時間ぐらいは平気で1日使うと思うんですよ。運転が好きだという方がいたらちょっと申し訳ないんですけども <laughs> えっと運転が苦だなという人も多分いると思うんですよね。うんうん、でその1日1時間の時間というのが全部運転しなくていい時間になったら年間ですさまじい時間が稼げるようになりますよね。 でこの時間を奪おうとしているのが実はアメリカのアップルじゃないかなと思っていてあそっち側の視点ということですね余価、ね、のところをパイを取りにくるうそ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 う、はい、でえー、っとまあ新しい電気自動車を作って売るっていうのは、まあ、結構、まあ、佐藤さんも詳しいと思うんですけど構造が簡単なので。うん 結構技術があれば誰でもできると思うんですけど問題は乗ってもらった後にどういう風にお金を稼ぐかっていうところが多分気になるんじゃないかなと思っていてまあそういう意味ではアップルが作ることは簡単だと思うんですけど乗ってもらった後車の中でどういう風うにまあハンドルとかペダルをなくせば何もしなくてよくなるわけですからまあその中で自前の例えばアップストアとかまあ自前のサービス供給するプラットフォームがある会社なので。 えーまあ、最終的に EV の話が重大な局面を迎えていくとするとその新しいプラットフォームの中でどういうサービスとか製品を供給できる会社がと、うんね、いうようなあの論点になっていくんじゃないかなと思っていてまあだからすごく単純化すると、はい、今はテスラとアップルがどういうふうに競争していくかみたいな、まあ、その前段階に今いる状況かなとは思います。 そんな EV 戦争を勝ち抜く企業はということで今の一部妄想の部分も含めこのアイディアということで,です、ね、資料をホームページの方に掲載しておりますのでぜひ詳細はそちらをご覧いただければというふうふに思います、はい。ということで今回は EV のテーマでご案内させていただきままししたたあありりががととううごござざいいました。